お見酒をお聞きいただきました。皆様改めましてこんにちは。細川たかしです。ありがとうございます。今日はですね、お日柄も良い中お集まりいただきましてありがとうございます。ちょっと硬いですか、お日柄。今日ね、明日、昨日の天気予報では明日雨となっていたみたいなので、いやどうする、雨降るのかなと、さすがの晴れ女の私でもさすがに明日の雨には負けるかなと思ってたんですけど、皆様のおかげで勝ちました。今日は晴れということで、ありがとうございます。晴れ女でございます。まあ、そんな森好みでございますが、今日初めて見に来てくださったよという方はどれくらいですか。結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。じゃあ自己紹介からさせていただきたいと思いますが、出身地は北海道の札幌市出身です。4歳から民謡を習っておりまして、民謡の中でも江差追分という民謡を中心に頑張っておりました。その江差追分の全国大会が毎年9月に3日間にわたり開催されます。その大会で少年少女の部という部門で小学校6年生の時に、その当時史上最年少で優勝させてもらいました。拍手です。